様こんばんちは、一心寺住職です。今日はですね、一心寺の、新しい、キャラクターの発表と、なっております。まあ、実際はね、先日行われた一心寺の秋季供養祭、この中で、まあ、簡単なね、発表をさせていただいたわけではございますが、正式に、発表をしていなかったので、今日はまあこの場で、発表していこうかなと思っております。なんと、一心寺のキャラクター、このねキャラクターを持って50人目ということでございます。これだけのね、キャラクターをね、たくさんの絵師の方にね、ご協力いただいて、世にね、出すことが、できているというのは本当に、絵師の方もね含めて、そしてね、まあ、こういったなんだろう、この活動をね、たくさんの方に、なんだろう、応援していただいているっていう部分もあるし、まあ、クリューサンドだったりとか御朱印とかをね、お求めいただいて、まあ、そのおかげで、まあ、次のこう、ね、キャラクターを作る資金ができるというか、まあ、そういった部分でねやらせていただいています。当然、この前のようなね、お祭りとかイベントというのもね、たくさんの方が来ていただけるのでこれできるわけであって、皆さんのねご協力なくして、これはできないことだと思います。あとはね、スタッフの皆さんもそうですけれども、まあ、お寺をね、応援したい支えたいっていうね方々が、たくさんね、このキャラクターを始めたことで、増えました。もうこれは本当にありがたいことです、ね、いくら私は一人でねああだこうだ言ってもできないことばかりですので、これに関してはですね、本当たくさんの方に、ご協力いただいたことに対する、私なりのねやっぱりこうなんだろう、お礼というか、やっぱりね応援していただく方がいる限りはね、まあ、頑張って、この活動は続けていきたいし、まあ、僕自身もね、楽しんでいる部分も、多々ありますので、まあ、そういったね、部分をまあなんですかね、こう反らさない程度にね、これからもやっていこうかなと思っている中で、今日はこちら50人目のキャラクターの発表でございます。もうね、SNS 等で、結構ね出ていることもあるので、もう知っている方もたくさんいると思うので、まあ、特に、引っ張ることなく今日は紹介していきたいなと思っておりますけどね。じゃあこちらご覧ください、どうぞ。はいはい、こちら出ました。ちょっとねこう黒をね、なんだろう、カラーにしてると思うんですが、こちらの、まずね、どの仏様なのかというとですね、こちら、国安殿という、仏様になります。はい、なのでね、黒い、暗黒の暗に天と書いて国安殿というふうになっておりますが、この国安殿ね、今まで一心寺で出てきた、何、ね、キャラクターというか仏様とすごくね関わりの深い方で、実はこちら、まずイラストを描いてくださったのは、月宮沙羅さんですね。はい、月宮沙羅さんというと、実は昨年だったかな、一心寺で、キャラクターの公募を行いました。その時吉祥天ですね、吉祥天っていう仏様を、まあ、公募で、たくさんの方に書いていただいて、その中で、まあ、選ばれたのがこの吉祥天の、月宮沙羅さんなんですけれども、その吉祥天の妹になりますね。はい、妹、姉は吉祥天、妹は国安天というふうに、なっていると思います。私もねそこまで詳しく実は知らないというのは、お寺にあの国安天という仏様がおられないので、私も今回そのキャラクターにするにあたっていろいろ勉強したというところでございますよね。まあ、私もそうだし、この企画に関しては、ね、私も含めて、まあ、皆さんにもこういう仏様がいるんだよっていうのをまあ知っていただくっていう、ね、趣旨でやってる部分もありますので、ぜひね、まあ、この、キャラクターを機にね学んでいただいて、またねこの、国安殿ちゃんもいいんだけど、まあ、実際のね国安殿でどんな国安殿なんだろうっていうのもね、まあ、今はネットですぐ調べられますので、で調べてもらうとおそらく全く違う国安殿が出てくると思います。はい、全然違う、もうこんな可愛いのではなくてとんでもなく怖い感じの国安殿がねほとんどだと思うので、ぜひねそれも見てもらえたらと思いますけれども、この国安殿ちゃん、名前をですね宵めぐりちゃんというふうに言います。宵めぐりね、まあ、今宵の宵ですよね、今宵の宵に、めぐると書いて宵めぐりちゃんと、これ名前はね月宮沙羅さんに考えていただいているので、まあどういう趣旨で名前をつけたのかって聞いたことはないとは思うんですけれども、まあ一応ねいろんな思いが詰まってると思います。はい、でこの国安殿どんな仏様なのかというと、基本的には、吉祥天ね、お姉さんは、まあ、富とか幸せとかそういったものをもたらす仏様なんですよね。なのでよくこう五穀豊穣とかね、まあ、そういったものをこう持ったりしてるんですけどね、あと宝珠とかですね。でこの妹さんに関しては逆です。災いをもたらす神様というふうに言われて、まあ、不幸をもたらすんですよね。
なので一般的に不幸をもたらす神って聞くと縁起悪いよねっていうふうに思う方も多いと思うし、またそういった側面もあります。実際はあると思います。がしかしですね、一心寺ではねこういう取り方をしています。この黒岩天さんはそういった不幸とか悪いものっていうのを一心に背負ってくれてるね、我々の代わりに受けてくれてるっていう、いわゆるつまり身代わりじゃないんですけれども、人柱的な言い方が悪いんですけども、そういった形で我々を守ってくださっているっていうように僕は解釈しました。あとね、こちらの実は、まだ声はついてないんですけれども、こちらの声優さんは CV は、ひまりのあさんにこれも決まっています。なぜかというと吉祥天さんの妹だからね、やっぱり双子なのかなと思うんですけれども、やっぱ同じ声の方がいいのでノアさんの方に今回、CV をねお願いする予定になっているんですけれども、なのでノアさんもねやっぱりいろいろこう調べていただいて、やっぱりこう不幸をね知らせてくれる、いち早くね一番不幸が分かる方なので、不幸をいち早く察知して我々にこう教えてくれるっていう、そういった部分もあるんじゃないですかっていうふうに言われて、あ、なるほど、そういった解釈もあるなというふうに思いました。なのでね、黒岩天って聞くとすごくねこう悪いね、こう近づきたくない、貧乏神的な、感じに思う方もね、いるかもしれませんけれども、私はそうではなくて、ね、そういった部分を僕たちの代わりに本当に、なのでこのね黒岩天ちゃん、宵めぐりちゃんはね、こう体に結構包帯とか巻いてるんですよね。はい、よくアニメキャラとかありますよね、包帯巻いてる、夢ならエヴァンゲリオンの霊、ね、とかそうですけども、包帯巻いてる、これはそういったね事故とか、そういった不幸が絶えないので、傷が絶えないというところをですね、この包帯で表していただいているということになります。なのでね、これからまたね、台本を書いて、声がつけばね、もっと、この黒岩天ちゃんのねイメージが皆様にどんどんこうね植え付けることができるなと思うんですけれどもね、ちょっと時間を置いて、この辺もやっていこうかなというふうに思っております。あと、これはもう本当に、何というか、もう知識でただなんとなく私もね見たら感謝、私もね今ここで資料を見ながら話をしているんですけれども、あれですね、閻魔大王の、3号と書いてますね。いわゆる奥さんですよね。閻魔様には3人いるのかな、3人奥様がいて、その中の1人という風になっているそうですね。はい、なので元々の仏教の経典の中では養子は醜悪と、非常に醜悪な養子をしているということでございますのでね、なので、後でね皆さん、これが動画終わった後に自分でねネットとか開いて黒岩天って探すと、結構やっぱりきついっていうかね、やっぱなんかすごくやっぱこう 悪そうというか、そういったイラスト、どちらかこう驚々しいような、そういったイラストの方がやっぱり多く出てくるんではないかなというふうに思いますけどね。はい、で常にねこの黒岩天と吉祥天というのは、常に2人セットだよというのがあります。はい、なのでやっぱ仲はいいんでしょうね。はい、仲はいいけれども、やっぱりそういった部分で、ね、すごく対照的な2人なので、すごくあれなのか。ただね、私もこうキャラクター活動もやってるし、ね、アニメもゲームもいろいろしますけれども、やっぱりこういうキャラって人気出ると思います。はい、僕はこういうキャラはすごくやっぱりね、皆さんからの支持はすごくつくんじゃないかなと思います。やっぱりかわいそうだなっていう部分があるじゃないですか。かわいそうだけど、なんかいつかこう報われてほしいな、頑張ってほしいなっていうね、で僕らの代わりになんかいろんなね悪いものを背負ってくれてありがとうっていう、そういったなんか気持ち、結構僕もそうですけど、オタクってそういうやっぱりあるじゃないですか、強い気持ちがね。はい、なのでこの宵めぐりちゃんに関してはね、エンジちゃんはしのぐような人気になるんじゃないかなというふうにちょっと思っています。はい、なのでね、こちらのエンジちゃんに、宵めぐりちゃんに関しては11月から御朱印だったりとか、あとグッズ関係の販売も行います。グッズというか、ほとんど皆さんから、この前もね言われたんですけど、10月8日の供養祭でもね、アクリルスタンドはないですかって言われたんですけど、アクリルスタンドも今ねイラストプラスの田村さんの方に頼んでますので、間に合わなかったら受注とかね、受注をして、届き次第送りますみたいな感じにすると思いますけれども、11月にねこちらの宵めぐりちゃんの、一応これ20センチです。一応ね、どうしても今までこう15で言ってましたけれども、やっぱりエンジュちゃんが20なのでね、やっぱり姉妹なのでセットなので、やっぱ同じ大きさじゃないとやっぱりおかしいなと思うので、20センチで今用意を、しておりますので、こちら、楽しみにしていただけたらと思います。はい、なのでね、こうやってこう、いろんなね、仏様だったりとか、今回一応神様ですけどね、黒岩天は。一応天部に、値する方々なので、一応もともとね、
まあ、いろいろこう違う、ね宗教の中におられた方が、まあ、仏教に来たっていう形の方ではないかなと思いますのでね、まあ、いろんなあの解釈だったりはあると思いますけれども、まあ、ぜひね、この、宵めぐりちゃんもね、これからおそらくねいろんな形でまた今回は今回でね出てきますけれどもまた違う形でね、登場すると思うので、そちらも楽しみにしてもらえたらと思いますね。やっぱ姉妹でセットなのでね、はい。で、まあ、ちょっとね、これも、前回ライブ配信でちょっと話しましたが、1月ですねお正月に、エンジュちゃんの、また新しいですね、お正月らしい、まあ、イラストの方をですね今月宮サラさんに頼んでいるので、こちらもね、お正月、まあ、やっぱりね年の初めには、いろんな服をね授かりたいという方がいると思うので、そういった方々のね、希望に応えられるような、イラストをですね、まあ、僕は描けない分だけ月宮沙羅さんの方にお願いしてますので、私はまだね、頼んだばっかりなのでまだどんなイラストかは分かりません。まあ、そのこういうイラストって頼んでますけどね、まあ、ラフとかを見てるわけじゃないんではっきり言いませんけれども、すごく私もね、これ楽しみにしております。まあ、おそらく一番楽しみにしてるのは CM のノアさんじゃないかなと思いますけどね。まあ、なので、今回ね、こういった、ね、カードも、ございます、ね、お守りですね裏にいろいろ書いてるんでまた届いたらね皆さん個人で見てもらえたらというふうに思いますが、後ろにもね、ノアさんの情報も載ってますので、ぜひ見ていただいて、まあ、配信もね、たくさんされてる方なので、ぜひね、配信してる時にはねフラッと、見に行ってもらえたらなというふうに思っております。それではね、まあ11月にはもう一人ですね、今度は増長店光の増長店さんですね、こちらの方も、準備等がね、進んでいますのでこちらもまた、まあ、近いうちにですねまたこういった形で、配信をして、皆さんにですね、キャラクターの、紹介させてもらおうかなというふうに思っておりますので、ぜひ、まあ、もしかしたらライブ配信かもしれませんけどね、楽しみにしてもらえたらというふうに思っております。それでは今日は一心寺ね、50人目の、キャラクターになります、国安店宵めぐりちゃんの紹介をさせていただきました。それでは皆さん11月を楽しみにお待ちください。あと最後に1個だけ、11月4日ね、一心寺の、方で、常泉寺さんのね林さんが来られて、あとね最強院さんも来られますが、キャラクターのコラボ、ございますのでね、非常に素晴らしいイラスト、非常に素晴らしいイラストをですね、林ご住職が描いていただいていますので、ぜひぜひ来ていただけたらというふうに思いますのでね、皆さんのご視聴お待ちしております。では皆さん次回、動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございます。エンジュです。チャンネル登録お願いします。このチャンネルを登録すると富と幸運が舞い込むかもしれませんよ。信じるか信じないかはあなた次第です。それではまたお会いしましょう。